たこれ。またバケモン。なぜ？え、どうした？おはようございます。おはようございます。久しぶりだね。久しぶりだ ねここはね、中泊まりね、ちょっと舞台変わったね。舞台変わって来ました。ここはどっちかって言ったら、こう国庵の聖地って言ってもええようなね、思い出深い場所だと思うんやけど、なんか思い出深いね。思い出深い。何歳ぐらいからこの中泊まり通うかね。いや、通いで知ったのは、あれなんだよ、30後半後半ぐらいから、通ったがは3年、4年ぐらい。それでも、かなりこの大きなお長くでね、僕らね、今狙いけど。で、その中でも今日上がった磯が、ここは苔西やね。苔西、苔西っていう、これはやっぱりお長場の一級磯って言うても、そう、あれもう本当中泊りでも本当の一級磯やね。もう苔西、ノコ、苔西、ノコ、ノコ、イントがあって、瀬戸内があって、もうここら辺一帯もう全部お長釣りだよ。お長釣り、どこでも60が狙える。僕らのほら、今までこう鵜来島、奥黒島を通ってお長釣り狙われた、そのエリアの釣りと全く釣り方が違うっていう。まあ向こうはね、もう、あのね、太平洋の黒潮ポロネ行くんですけど、ここはもう豊後水道のね、豊後水道のね、あの満ち引きで、もう甲板の差が変わって潮の向きが変わる。要は潮がその分通る、そうそう、もう逆になるよね、潮が。道が右行ったら引きは左行くみたいな。今日この苔、の西っていう人に上がらせてもらって、お長を狙っていくぐらいやけど、どういう戦略を立てて国庵やったら、今日のこの潮回りとかさ。まあね、これ、本来なら小潮の満ち潮がもう行きようかね、いかんがいけど、今日ちょっと反対でまだ引き潮なんかやね。だけここのお長もね、地付き傾向があるけど、ね、潮の中をどんどん流すんじゃなくて、まあ、際から潮目まで潮がよれちゃうところよね。あぐらがこう切り潮から、こう当たってきよる潮を、ね、壁に当てていくと、磯からの跳ね返る潮が当たったところ。だから壁になっちゃうけ、あ、そうか、だから、あ、なるほど。ということは潮が速かったら釣りにならんっていう。そうそう、ならそれがもう湧いたりするけど、ね、なるほどなるほど、素直に入る潮やったら狙えるけど、湧いてこう浮き上げられるけど、潮が速かったら、で釣りにくくなるわけ、潮が速い時は。ということは今チャンス、ね、今ちょっと逆潮やけど、まあチャンスはちょっとチャンスよね。期待できるかもわからないね。まああとは水温がこう安定してくれちゃって、魚の動きが、ね、ちょっとでもええよなって言ってくれたらええがいいよね。お長6万狙う中では、今までの考え方とはちょっと違うと。ウブル沖ノ島エリアとは全く考え方変えない。ね、例えば、例でいくと、棚がちょっと深めでいくとか。そうだ、もうあの絶対数がやっぱウブル沖ノ島に比べたらお長少ないけどね。キツの方が多いし。ほんで、どうだね、もう本当のええ条件じゃなかったら魚が浮いてこんけんね。もう下におるお長をイメージしながらこう潮に入れて釣るか、潮に入れていく、潮に入れていくと。でまあ見えてくれたら、その見えてくれた顔を棚合わせて、マーケット差し合わせて食わすみたいな感じで、なんかけど今ええ感じやけど、国は早く早速やりたいね。ね、ただほんまにウグル沖縄島も難しいけど、ここのお長も難しいから、かけても難しいから。それなんか深いけやろ。そう、深いけんね、魚がね、一回突っ込むの。えらい。魚を走らして、不幸に魚を入れてしまうたらよ。あの、潮の流れが強いの。もう水圧がかかってね、重い。浮いてこんないけんね。わー。5分68って7取った時、15分かかってるけんね。15分、一回潜ってしまうてね。もうなかなか浮いてこんがに、ずーっとこう食べ込んで。なんちゃせんと、もう綱引き状態でずっと溜めて弱るが待ってよ。あと気をつけるってことって言うなら、餌もほら初めて、まあ、餌はね、そんなあのウグル沖ノ島らみたいにどうつけるこうつけるってこう、こだわらんでも、けどほら生やった僕、生まあつける方向とかね、ちょこっと大きさ変えてやるぐらいで、まあ、それで構わんかね、あの向こうみたいにこう何個も何個もこうやってつけて、ね、やるような必要はない。餌はそういうことで、でガン玉なんかは本当はやっぱり積極的に打っていって、いやもう、ここはもう別にガン玉持っても構わん、構わん、仕掛けが潮に乗って入ってくれな、食う魚も食わんしね、魚の棚までいかんしね。
ぜひね、皆さんにもこの中泊エリアにね、来てもらった時に、うん、あの今の意見とかも参考にしてですね、うん、僕もその今話聞いた中で自分の中に組み立てて、うん、今日一日やっていきたいと思います。まあ、うちらにチャレンジングね、対決はまだ残ってますね、時代とかね。おニコちゃんと送っちゅうきね。あ、ほんと送っちゅうき、ね、海岸をね、お待ちの方もきっとおられますから。いやー、いつになるかねやろ。さあ、今日もそんなことで、ね、あの初めてのエリアやけどね、頑張っていきましょう。ちょっと、ね、頑張りましょう、ね、頑張りましょう、お願いします。はい、お願いします。ワクワクするね。やっぱりこう雰囲気あるね、中泊は。ちょっと深めの設定でね、あの2人を取ってね、しっかりこうまず立つようにね、深めでもうガンダマも売ってるからね。まず潮が速いってことと、でその潮が速いからっていうことは寄れないように、できるだけ直角に鋭角にこう棚に届くように浮かないようにね、しっかり重めに取ってます。僕の場合は、早く絡み届けたいってことで、クリアーフンの看板よりも、僕どっちかってちょっと重めの設定でね、ジュワーッと行くよりも、ピッと絡み届けたい、張る速さと、鼻に届く速さ、仕事に早く届けたいっていう気持ちでやるとか、それがいいかどうかは分からないです。今日はね、生のオキアミを2ブロック、M サイズで、それから V9、もう一つはバック寄せやったかな。ちょうどさっきの事故で Y 状になったもんね。これ、まあ、特有やけどコロ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 変化するけんね。今はちょっとマシになったね。キツと高部が見えよったね。ちょっとお腹もおる可能性もあるけどね、まあ、そこはまあやってみなわからんね。ただね、これこっち見て流したらね、どこで取るかが問題になるわよね。当たってきてね、こっちかとこっちに分かれるけんね、潮がどうしても早いの、この水道来たら。やっぱり重さしはこれ生やね。生はちょっとこう加工したかと、あとはもうこれ普通のマリキュのスーパーハードとね、あとはこの普通の生。お腹の時にはこのおけん潰さんけんね、この中に入ってるね、オキアミ取りながら、これいい時もあるしね。生9キロで配合餌を、V9 特用とバック寄せ TR。 ズッチュ今うち入ってるでしょ。今入ってきてるのもよくね、ずーっと今この塩になったからここで魚が加えたら一気にダーン出してくる。的なね、なじみないは重調整をもう一回やります。浮力調整ね、浮きがポコ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 なってるってことだから、また重たく沈めていこうと。あるよ、可能性あるよ。なんか聞こやな、雰囲気出ちゅうね。ちょっと強制的にガンダム打って差し入れてみよう。ちょっとこの手前ね、浮き上げられるけんね、たたん程度に気持ち入っていくような感じ。俺のキツキツと高部やもんね。うん、今戦略的には何と何で悩むの。何が選択しない、続けろかやめろか。そんな急に出る。よしとこーにゃいや、来たぞ。あっ、バラしてよだ。今のはもうバッチシバッチシ。おな口開けて待ちようとも分かった。大丈夫ですか。
なぜえ、どうしたえ、どうした何がおるゆっくり、ゆっくりっていうか、なんちゃないやつやね、魚がそうっすね素直にやっていきましょうできましたナイスフィッシュ大丈夫ですか大丈夫ですかこの魚の方が抜けたちょ、どっかの食べ物を失ってなんか当たりっぽいねと思ったらね、おお、すぐ抜いた、またこれ止まらん、ハンノジやハンノジこんなのは取れるがいいね、取れるね、こんまいけどやりました、俺ら。おやす。いやでもやっぱりこう来たらやっぱ雰囲気あるよ。ね。なんかええもん。まあ見えないけど中心になるみたいね。楽しい。狙えるもんね、楽しい。よっしゃ。よっしゃ来た。よっしゃ。これこれで。ちょっと惜しかった合わせが。ただブレでこれ。これ多分ね、飲み込まれそうで、いや、わからん、グレ、けど、戦うもんね、戦うね、多分グレや、あ、違う、違う、なんでこれ、あ、これ、ボグうんと騙されるやつ、いや、いがみや、グレ、グレの引き入れに、ぽっくりのやつイガミ、あーもうなんだもう、グレカオだり、クチブトカオだりジアイ対海岸、どっちが入るか、やっぱり当たりやった、なんか変な感じだったもんじゃいや、よーり、糸のはこっち向いて、お腹に変われ、これは重たい、お腹ただいや、バンド間違いなくこの引きは、ほらまた来た、またやっちゃったやっぱ声が渋いやろな、たまに合わせて、たまにちょっと合わせてみたこんなやったら簡単に取れるやんやお腹は取れんやよクリアン、あのイサキ釣って、これイサキ、イサキ、あ、またそんな僕にそんなもん狙われちゃって自分だけお腹減るだけの思いがよなんでわかるもう腹ぐらいがもう分かっちなんだこれ、また化け物、これは化け物
なんで浅いためてこんな化け物が来るやろ。うかん、これうかん、こんなんやったら取れるにね。またやってしまうた。おー、これ竿一本ちょっとで、ほんま、おお、間違いなく高尾だね。わからん、いかん。また水圧かかったから浮かんだから。水圧かかって本物だのほら。これ女がこんなやられるだけ水圧かかってよ。全然浮かんないだけ。こんなのは取れるにね。ねえ、引っ張り強度は何分でも強いやにね、これで。入らない。入った。はい、ありがとう。もう来た。ちょっと待って。いや、また触ってください。もう。やばいの。ごめん、止めたかった。まだ、僕、まだ手届いてなかったっけ。待って、はい。待って、なんか出る。はい、ありがとう。ごめん。高田さん、大丈夫かい？よかった。ハプニングが。ハプニングが。あら、モンスター、モンスター。10キロもあるね。こんな方 2.5 で取れるやにね。2.5 やね。そう。70あるな。俺74センチやったけど。さあ同じ場ある。測ってみる？うん。75。いや1センチ負けた。75やね。1センチ負けた。ね。ついちゃろ。76か。76やね。モンスターこれが俺だったらね、多分日本人記録やね。はい、お疲れ様でした。はい、どうも。皆さんね、お疲れのところで元気よかったですけど、なんか予定と違うけど、ちょっと塩味が分かったね。今ももうしゃべないで、自然入ってないでね。さあ、見て、ここ皆さん見て、見渡してこれ。これすごいの、全部僕の毛だめやけん。あ、じゃあ、ちょっと。ここにね、長松先生さんにね、ここに僕もいただくね、飾らせてもらいたいなと思って、頑張っていくの。いっぱい飾るとこないやん。飾るとこないやん。これ何年前の？俺は前、お仕事前で、今、8年、7、8年ぐらいで、見えんの？目が悪いの。とにかく実績がね、あるところで、行事は出してます。23時間けど、この長本さん、長本さん、たまるね。たまるね。ここはええよ。いや、もういかん。あんま、もう、心がね、ええよ。連れても連れる。向こうに入れたら、なおもよく、最後やろ。ここにね、長本さん、やっぱ見てわかるように、ほら。やっぱりもう全国のお流しというか、ね、お流ぐらい。やっぱ、ね、夢見て興味ね。また、実績がすごいね。すごいね。そこに仲間入りさせてもらえるようにね、頑張りたいな、ね、でかいもん、でかいのね。後半ライダーすごいでしょうけどね、後半が。めったに出るけどね。まあ、組合の方がでかいよ。まあ、一応うちのトップやん。どうもやけん、先頭さんが認めてくれたらトップやけん。なんとかトップやけん。まあ、もうできたらアップをね、僕も横に重なしてもらえると。いやいや、横やめて、横やめて。横50センチもあるな、しかないな。まあ、仲間にしたいなと思って、まあ、それがこれでね、またお邪魔したいなと思うんで、ね、今日の、ね、状況は、国の時にどうやったか、あの、師匠の
潮の速さとかは、うん、あの釣り人は釣りやすい感じでね、うん、本来流れるね道の潮がね、うん、なんかこうずっと引きで、ね、あれはただ、うん、右に流れるのは引きの潮だからね、まあだから手前に来るのか西川から直下になってくる、ああ築地潮になるからね、うん、本来は本来道で言ったら西向いて流れない流れなかったところが何だったのことの水道を開けてね、うんうん、こういうことは稀になるか、いや、もうあんまり先祖さんの人もないって言うけどね、これは俺が悪いのか、俺いつも国屋と回ったらいつも築地を置いて、いや、俺多分彼やろ、彼やろもちろん、もちろん彼やろまあ、けどまあね、条件はすごくいいなと思ってたけどね、ね、今日はええなと思ったけどね、まあ、残念な結果やったけど、また次回、まあ、自然やんじゃなくてね、これが普通なんだよ、うん、うん、また次回頑張りましょう。ではまた皆さんありがとうございました。また次回。ありがとうございました。やべ。動画をご視聴いただきありがとうございました。面白かった。明日釣り行きたいなと思っていただけた方、チャンネル登録、高評価、ベルマークの登録をよろしくお願いします。またインスタグラムやツイッターやっていますので、SNS のフォローもよろしくお願いします。